ビッグバンブレーダーズ。それはベイブレードナンバーワンチームを決める史上空前最大規模の世界大会である。強い絆とブレーダーの名誉をかけ、目指せ最強、勝ち抜けバトル。これはベイブレードに全てをかけた熱きブレーダーたちの物語である。俺たちは観光に来てるんじゃないぞ。あ、世界大会を戦うためにこの国に来たんだ。あっすー、今日どこ行く？何する？あー、もう楽しみだな。お前もか。みんな来た来た来たわよ。あ、ほら WBBA 本部からのメール。おはよう諸君、私だ。そう、人呼んで不死身のフェニックス。みんな聞いてくれ。あさってに迫ったベイブレード世界大会ビッグバンブレーダーズ1回戦のルールを伝える。そういや、まだどんなルールか聞いてなかったな。そんなもん、ガチャいいんだろ。ガチャバトルは1対1の3本勝負。先鋒、副将、大将の3人で、出場メンバー、試合の順は各チームの自由。先に2勝したチームの勝ちだ。3本勝負か。だから全部ガチャいいんだって。世界大会は負けたら終わりのトーナメント形式だ。ワンフュージョンは強敵だが、くれぐれも1回戦で消えるようなことにならないよう頼んだぞ。誰が負けるか。ナンバーワンになるまで勝って勝って勝ちまくってやるぜ。諸君の健闘を祈っているぞ。では。銀河のお父さんって、もしかして地味な管理職は向いてないのかも。俺もそう思う。何はともあれ、試合に向け俺たちも戦略を考えないとな。だから母ちゃんいいんだって。母ちゃん、よし、俺大将ね。え、勝手に決めるな。敵の出方だって計算に入れなきゃならないんだぞ。そうよ、ワンフュージョンがどんなオーダーで来るかもわからないのに。でもリーダーのダーシャンが大将だろ、普通。だから勝手に決めるな。そういえば僕たちのリーダーって誰？え、俺でいいよ。マサムネが？僕すっごい不安。何言ってんだ、ホケス。ホケスじゃないよ、僕はスーパーグレートナンバーワンサブだ。つまりサブの中のサブってことだな。帰らせてもらいます。ちょ待てよ、とりあえず先発オーダーの話に戻ろうぜ。だから大将は俺。別にいいんじゃない。でも前の2人が負けたらそれで試合終了、出番ないよ。世界大会を一戦も戦わずに終了。それっ
出番はないんだぞ。えっ、うわじゃあじゃあどっちか勝て、どっちか負けろ。勝手すぎるぞ。絶対に試合がしたいんなら先方で行けよ。俺はナンバーワンブレーダーだぞ。大将しか相手にして。母さんが先方ってことはないのかな。先に一勝したら王手だもんな。強い順に出るのも作戦としてはありかも。だがその裏をかかれる場合もある。なあ、そんなんいちいち考えてたら全然決まんねえ。先方翼絶対勝て。副将銀河ここで負けろ。そして大将の俺につなげ。そんな作戦あるか。ねえ、いっそ僕が出ようか。サブの出番はない。帰らせてもらいます。あー、もうみんないい加減にして。とりあえずこの場は解散。みんなちょっと頭冷やしてきて。窓か。でもさ、聞こえなかった？解散ったら解散、解散よ。まったくもう。何よリーダー。え、私が？ダメよ、サポーターがリーダーなんて聞いたことないもん。それより私も行ってくる。どこに？レイリン寺。第三の選手がわからなきゃ決まるものも決まらないでしょ。じゃあね。教えてくれるかな。あ、誰？セボー！あれ、マドカ。あ、どうも。チーユ、マネマネザルの客が来たね。それってもしかして招かれざる客のこと？それならここにもう一人。マドカ、お前も来たのか。銀河、どうして？3人目の選手のことが知りたくってさ。な、合わせてくれよ。それはできない。なんで？秘密兵器ってやつか？違う。そうじゃないね。やつはここには来ない。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。おいしいよ。たく、俺がリーダーで何が悪いってんの。うん、うん、おお、これってペイパーク。いいぜ。あ、お前見慣れないやつだな。観光客だって容赦しないぜ。おい、望むところだ。ゴーシュー。ドアー、ヤー、ドアー。イエーイ、中国初勝利。つえ、次は誰だ。ゴーシュー。何しやがる。だろだろ、見た見た今の。やっぱ俺って最強っしょ。すごい。じゃあ行こうぜ。はい。ちょっと待て。お前何のつもりだ。ちゃんと勝負しろ。ああ、気にしない気にしない。こいつらが俺の強いとこ見たいって言うからさ。じゃあそういうことで。待てこら。やいやい、俺のユニコーンの勝手にぶっ飛ばしておいて逃げるのか。しろよ。なんだよ、うぜえな。てか、お前、俺が誰だか知ってんの？お、巨人だ！巨人だ！巨人だ！うわー！巨人！巨人！おぉ、なに？サイン、握手？なんだ、中国のアイドルか。違うよ、チャウシンはブレーダーだよ。ワンフージョンのメンバーさ。ワンフージョンの？ということは、お前が中国チーム第3の選手か。俺は日本代表ナンバーワンブレーダーの門谷正宗だ。日本代表勝負だ。チャンシン、やだね。え、さ、こんなのほっといて冷たいものでも飲もうぜ。行こう行こう。こら、逃げんな。みんな好きなの飲んでいいぜ。わー、ありがとう。おい、お前勘違いすんなよ。お前に勝ったって意味ねえし。
なんだそりゃ。大体勝つのは俺だ。頭冷やせよ。なんだと。な、日本チームにもう少しクールなやついねえの。残念なことに他は負けず嫌い、クライドとお子ちゃまだ。あー、マジかよ。だったら試合キャンセルしてみんなと遊んでっかな。ジャミー試合出ないの。相手がパッとしねえんじゃ出てもつまんないもん。ふざけんな。お前世界大会を何だと思ってんだ。何って。答えろ。お前にとってベイトは何だ。はあ、んなこと考えたことねえし。ファッションとかそんな感じ。お前本気でそんなこと言ってんのか。怖い。何マジになってんの、かっこ悪い。悪くねえ。ベイは魂と魂のぶつかり合い、本気の勝負なんだぞ。うわ、なんだそれ。あたたたたた、具合悪くなってきた。いや大丈夫チャウシー。お前ら。チャウシー。お、ダーシャン。ダーシャン。お前が出るか出ないかはリーダーである俺が決める。調子が悪いというのならここで判断してやるから、彼と戦え。はあ、それとも彼に負ければカッコ悪いか。俺を誰だと思ってんの。ならば戦ってみろ。やらないのならお前が彼から逃げたとみなす。なんだと。さあどうする、チャウシン。わかったよ。その代わり俺がこいつに勝ったら大会は本当に休ませてもらうぜ。ってことは俺と勝負する気になったってことか。しゃあねえだろ。けどこのスタジアムじゃ俺にはしょぼすぎる。俺の華麗なる舞台はあれだ。どういうこと。チャウシンの本当の実力がわからないって。チャウシンが本気で戦っているところを誰も見たことがないね。え、じゃあどうやって代表入りしたんだ。チャウシンは明らかに手を抜いていたにもかかわらず、あいつはメイメイに勝った。メイメイに。メイメイの実力は知ってるだろう。でもチャウシンは私よりずっと強いの。しかしあいつはダーシャンともこのチーユンとも戦ったことがない。合同練習に参加したこともない。は？確かにあいつは強い、実力もある。でもチーユンはあいつのことを認めない。なんか卑怯な手でも使うのか。そうじゃない。ただチャウシンは、チャウシンはチャラいのだ。カッコつけられるのもそこまでだ。来いチャウシン。そう焦んなって、俺のビルゴで華麗に吹っ飛ばしてやるよ。昨日も来ただろ。だってマドカが頭冷やしてこいって言うんだもん。でも本当うちのチームまとまりないよね。お前が言うか。あれあれあれ、あそこにいるのマサムネじゃない。ん、バトルしてるのか。スリーツーワンゴーシュー。行けユニコーン。行かなくていいぜビルゴ。ユニコーンだ。無謀なアタックタイプか。どう料理してやろう。スタミナタイプのビルゴなんか城壁の向こうにぶっ飛ばしてやるぜ。いっけうわっ。お前のベイスリープアウト。無駄な攻撃を散々続けた挙句、ヨレヨレに力尽きてスリープアウトに決定。かっこ悪い。かっこ悪い。それはあげー。うっせー。黙れ黙れ。その前にビルゴを弾き飛ばす。無理無理。お前の攻撃なんてビルゴにかすりもしねえよ。あ、待て。
逃がすか。急にこんな行け。当たるべって。うるせえ。当たるまでやってやる。マサムネ、ずいぶん苦労しているみたいだね。ああ、相手のビルゴはポジションを移動しながら完全に守りに入っている。こうなると攻撃を当てるのは難しい。ましてやあんな一本上司ではな。でもさ、政宗ってバトルの最中急に動きを変えるんだよね。意外に考えているのか。その逆、本能じゃない。うわあ、何が何でも当ててやる。無駄だっての。暑苦しい。うるせえ。見てろ、ユニコンの。ほら、言ったでしょ。だが、あの程度のアタックでは。どうだ、当たったぜ。聞いてねえし。すっごい、絶対決めてやる。なあ、まだ。だから決まんねえっつーの。ああ、でもなんで。ビルゴの円形ウィールはもともと相手の攻撃を受け流す特性がある。だがそれだけでユニコルノの攻撃をいなせるとは思えない。そうか、円運動だ。ああ、ビルゴそのものが円の動きをとってユニコルノのパワーをいなしているんだ。あの動きは太極拳。ユニコルノスピードアップだ。王者先行。チッ、スリーパート失敗。スタジアムアウトか。ユニコノー、このくらいで終わるな。よし、しつけえな。逃げてばっかりねえで、攻めてきたらどうだ。ふん、お前みたいなダッサいやつにマジになったらかっこ悪いって。こっちは超マジなんだ。お前なんかに絶対負けねえ。そっちが来ねえなら攻めて攻めて攻めまくってやる。魂を熱く燃やさないでレイバトルができるか。やってんじゃん。やってない。本気で来い。レイで本気なんてありえねえ。ふざけんな、ユニコンの。俺のビルゴがいなし損ねた。ありえねえ。俺のビルゴが。どうした、さばききれてないぞ。何、ダーシャン。このままでは負けるぞ、チャウシー。負けねえよ、あんな熱苦しいやつに。ユニコンの。チェキ、行くぞ。必殺戦技、自然の一撃。来るぞ、どうする。どうもこうもね。いつも通り華麗にかっこよくだ。ビルゴ、ここを通す。俺の本気を受けてみろ。この俺に裁ききれないものなんかね。最後まで熱苦しいやつだな。勝ったぜ。これで文句はねえな。試合は明後日だ、準備しておけ。なんだ、約束が違うじゃねえか。チャウシン、今日の勝ちは運が良かっただけだ。立ち位置が違えば落ちていたのはお前とビルゴだった。はあ、俺が負けてただと。公式スタジアムでは今日のようにはいかない。それは一瞬でも本気になったお前が一番よく知ってるだろう。本気。
俺が？ないない、ありえねえって。そんなの待ったよ。いいぜ、出てやるよ。ただし一つ条件がある。条件？お前らなんでそんなに誇りっぽいんだよ。ギンギン、ワンフージョン3人目の選手はビルゴ使いだよ。太極拳の技を応用する。え、なんでわかったの？正宗がバトルして負けたから。え、お前負けたの？うっせえ、次は絶対勝つ。本番であのチャラチャラしたやつに目にもの見せてやな。だが向こうは何番目かわからないぞ。あら、WBBA 本部からだわ。諸君、私だ。そう、人呼んで。みんな聞いてくれ。ついさっきワンフージョンからオーダー表が送られてきた。こんなに早く？先方はチャオシン選手。何？副将チーユン選手、大将ダーシャン選手だ。なお、チャオシン選手から正宗選手にメッセージが届いている。ヒカル君。はい。暑苦しいやつ逃げるなよ。本番じゃクールで華麗にかっこよく決めてやるぜ。さっさと終わらせて俺はデートに行くからな。なんだこれは。デート？誰が逃げるか。何がデートだ。お前ら先方は俺が行く。俺がチャウシンと戦う。いいな。いいんじゃない。異論はない。そういうことならそれで。よっしゃー、首を洗って待ってやがれ、チャーシー。数えきれない声、空に鳴り響く大空を越えてゆけ。流した涙を忘れはしないよ。一歩一歩前に進むのは君がそばにいるから。歓声の中目を開き君を思う。流した涙のことを恐れずに力強く走ってゆく、oh yeah、決戦の笛が今空に鳴り響くさ。俺たちが最高のゲームにしよう。何度も何度でも夢を見てゆこう。それぞれが叶えていく大空を越えてゆけ。世界最強を決めるベイブレード史上最大の祭典、ビッグバンブレーダーズがついに始まるぜ。絶対に最後まで勝ち上がって俺たちが世界一になってやる。その大事な初戦だっていうのに正宗のやつは何やってんだ。もう試合が始まっちまうぜ。特訓なんていいから早く来い。次回開幕世界大会にゴー。